なんかめっちゃ原宿って感じ。はい、初めてだよ、声かけてもらっちゃった。持ってないやつ、やったー、持ってないやつだって。いい成功。あ、はい、ここで大事件が発生です。おい、サインします。サインしてください、お願いします。カオスへ初 TikTok 挑戦中です。最高最高。これ見て、お尻見て、お尻見て。バイバーイ。みなさん、おはようございます。おはようございます。今日は東京8日目です。はい、実はね、今日で東京最後です。明日また東京から移動します。で、今日最後の丸一日の東京、何をするかと言いますと、ひまひまさんと、そう、ひまひまチャンネルのひまりちゃんと一緒に原宿にお出かけしたいと思います。ちょっとね、今日すっごい暑くて人もすごい多そうで、ちょっとかなり不安なんだけど、原宿エキスパートのひまひまチャンネルさんがいてくれるので、きっと大丈夫だろうということで、ついて行きたいと思います。お土産を用意したんだよね。これにかほちゃんのバッグ、これひまわりチャンネルさんとお揃いのバッグね。なんとひまひまチャンネルさんにも同じバッグを用意しました。そしてジャスティスのキャラクターのレインボーのリャマちゃんを買ってきましたね。ラマ。スクイッシーのリップ、ユニコーンのスクイッシーリップ、マーメイドのパックにユニコーンの、そう、これはね、プリンセスさんにあげたのと同じユニコーンのネックレスを用意しました。あとカナダのお菓子、美味しいのもまずいのも入ってます。それをひまひまチャンネルさんにあげようと思います。日焼け止めが見当たらなくってどうしようかな。誰か日焼け止め知りませんか。どこかに、どこにあるか。フルボス。そう、カモの今日のコーディネートを紹介してください。まず頭からジョジョリボン、今日はハートのピンクにしましたよ。これそしてジャスティスのネックレス、フラミンゴのふわふわ付きネックレスだね。そしてジャスティスのちょっと短い丈のアイスクリームが付いたピンクの T シャツに短パン、靴下です。かわいい。おバッグね。そう、原宿にやってきましたよ。こんにちは。はじめまして。今日よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。あ、真ん中に、はい、はじめまして。名前をどうぞ。かほちゃん、かほです。ひわひわ、あ、お土産をね、かほちゃん持ってきたんだよね。ありがとう。お土産がすごい、いっぺんに、ありがとう。ありがとう、すごい。なんとかほちゃんとお揃いなの。お揃い、お揃い、めっちゃかわいい。ありがとうございます。というわけで、今日のコラボはかほせいちゃんです。イエーイ。かほちゃんがプレゼントってクレアーズだ。ありがとうございます。かちゃん、お礼言うよ。ありがとう。せいちゃんの大きい、なんだでかった。でかいよ。でかい。当たった、当たった。開けていいですか。どうぞ。はい、さかなくんだ。何作れるのそれです。さかなくんの何、深海研究所。待って、サメ組作れるんだって。おー、せー、サメ大好きじゃん。やったすごいよ。あー、上手に。やったすごい。すごい、こんなの初めて見た。ピカピカしてる。こんなに見てた。せーは何、違うやってた、誰かやってた。そうか、そうか。こっちに帰るけど、こっちでもいいよ。こっちに帰ろうか。やったー。あと、ここなに、なくしろ。かほちゃんさんはなくし
実は持ってたんだけど、旅行に行った時にこれなくしてお気に入りだったんだよね。そう、もう売ってなくて、カナダでは。よかったね、カホ。カナダから来た方にアメリカのものに。怪しい人がいるよ、あそこに。カホとセイは初原宿だね。カホちゃん、リボン買えたんだよね、もらったやつにね。これ覚えた。ハロジーはちょっとグミはここでは作れないからね。迷子にならないでね、お願いね。おお、なんか可愛い感じだよ。ここか、ここだって。あ、カオちゃんが好きそうなものがいっぱい。あ、でもちょっと待って、ここであやつを回さないといけない。カホ、まず1点目はですね、ピクニックさんに来ました。イエーイ。せーの、すごい、スクイーズもいっぱいある。かわいいね。何そのスライム、超でかいんだけど。これでもいいんだよ、めっちゃでかいスライム。初めてだよ、声かけてもらっちゃった。せい、もうちょっと寄れる。せい、もうちょっとやめてる。キュッと寄って、キュッと。せーの。こちらこそありがとうございます。そうなんです、日本に来てて少しの間だけ。ひまりちゃんの動画の方ではプレゼント交換をするので、ひまりちゃんに何かね、プレゼントを選びたいんだけど、これちょっとちっちゃくない？これ見て、ほらすごい、プリプリちゃん、プリプリ。なんかもっと豪華なものにしよう。持ってないものに。そうだろう。あ、映ってないよって。チェ、もっとキュッて寄れる？イエーイ、ありがとうございます。何にする？プレゼント交換タイムですか？じゃあ、せーの。ありがとう。お家に持って帰ってからにしようね。でも、学校でね、誰かね、スライム持ってきて、かおちゃんたちが学校、スライムとかね、おもちゃとかめっちゃ持ってきてるの。それ、いいの？怒られてない。そうだろ？オッケーなんだね、カナダ何でもありだね。暑い、暑い。なんかめっちゃ原宿って感じ。イエーイ、イエーイ。おばちゃんが一番ノリノリっていう説が。はい、ルーレット担当のパパさん。いや、暑いわ。ルーレットを持って原宿どうですか？いや、もうちょっと暑くてね、もう限界です、ね、限界ですか？想像以上の暑さです。そうでした、頑張ってください。はい、どうぞ。ありがとう。へー、見て、なんか開けちゃえ、開けちゃえ。あー、これはせいちゃんの趣味ですね。そしてそっちはカホちゃんの市民でーす。あるよ。あ、かわいい、ユニコーンの扇風機だ。もう使っちゃったら今。おー、回った回った、涼しい涼しい。ひまちゃんは何何、フラミンゴ、超かわいい。バッチリだ。これでさ、熱くなったらシューってしてね、みんな。オッケー、イエーイ。これね、インスタ映えってやつ、これめっちゃ映え映え。やっとかないと、やっとかないと。あー、せい、ダブルしてもらってんじゃん、最高。せい、インスタ映え映え映えだって。いいね。インスタ映え。どうぞ、どうぞ。ありがとう。ありがとう。あげたことが。やっぱり考えることは一緒。以心伝心だね。せい、でも欲しかったんじゃない、自分もそれ。ねえ、ひまちゃん選びながら。肉大好きなの。肉の肉。肉。肉。ステーキと。肉。ここで大事件が発生です。サインしたことありますかって聞かれました。サイン。はい。いや、サインないですね。じゃあ、せいちゃん、
いな、人生初サインなんですけど、大丈夫でしょうか。よろしいですか。いいですけど、あの普通に名前書くだけになっちゃう。ありがとうございます。じゃあ英語で2人ともカーホーセイって書いてくれる？ね、そしたらさ、ママが下にカーホーセイチャンネルって書くから、イエーイ、イエーイ、英語だね。人生おい、サインします。サインしてください、お願いします。なになに、おい、Thank you。 じゃあママがあとはこんなんでいいんかい。じゃあ私とお兄さんに、あ、ありがとうございます。わかりやすくです。あ、いえいえ、申し訳ない、いただきます。あ、プリンセスさんのサインもある。あと絵が描いてある、かわいいね。あんなの用意しとかないといけないからね。ひまちゃんのどれ、ひまちゃんいっぱいあるの？ひまちゃんのどれ？あのひまちゃん。どこだ？あ、ちゃんとやっぱ絵があるんだ。超かわいい。絵描いたの絵。絵なんて描けないよ。ミーラーナ。見てない、見てない、全然見てない。元気を。TikTok。カオスへ初 TikTok 挑戦中です。なんか建物自体が可愛い。すごい。なんか見つけたかも。というわけで、モッシュに来ました。イエーイ。カオちゃんがどうしてももう一店舗行きたいって言って、ひまちゃんに選んでもらったのがこのお店ね。うん。じゃあ今日原宿最後、ここ入ってみましょうか。はい。入りましょう。また会えちゃった。めっちゃいい匂いがするお店の中入っただけで。ちょっと、ゆめちゃん、ゆめちゃん、違う違う、これ売り物じゃない、売り物じゃなかった。ゆめちゃん、ちょっと待って、ちょっと待って。ヒーラー、何見つけた、何か。スクイーズ見つけた。順番並んで入ろうか。ゆめちゃん、かわちゃん、君たちスクイーズまみれになっちゃうの？せーちゃんドライブして、せーの、ドライブ、気持ちいい。いいね、気持ちよさそう。スクイーズに寝るってどんな気分？気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。なんかこれ最高最高。これなんかお尻みたい。お尻みたい。なんだって。めっちゃあげて、やったー。めっちゃいいの、せーちゃん。桃になるんじゃない、このまんま。いや、お尻になる。お尻になるの？どういうこと？あぶねー。あのさ、こういうベッドがよかった。こういうベッドがいいの？お尻ベッド。お尻ベッド。すごい、カホとひまちゃん上手に寝るのよ。できたー。じゃあ、他の人が並んでるから行こうか。ね、気持ちいい。こういうベッド買いたい。これ100万円だよ。これちょっと待って、ひまちゃん今何て言った？これでいくらだって？100万円。せー、このベッド100万円だって。うん、ベッド残念、買えない。お尻ベッド買えません。お尻ベッド、ここに来た時だけでお願いします。で、またせーちゃんサイン求められちゃったよ。人生初。一回かな。じゃあせーちゃんも書いて。サイン書きます。書きます。太い方でお願いします。え？うん、逆逆。じゃあ一でお願いします。え？よし、OK。バイバーイ。バイバーイ。パパ、何子供たちに大量に買わされてんのよ。完全にね、最後これ予想してなかったわ。
ちょっとパパ甘いじゃないの。あ、言わないで。今入りません。入らなかった。最後のおまけだったの。よかったね、母おまけでいっぱい買ってもらえてよかったね。しかもデザインが超可愛かったね。来てよかったね。パパを説得してよかったね。もう疲れた。可愛いなった。もっと可愛いのあった。カホに弱いから。なんか街で会ったお友達がなんとくれるって。母ちゃんなんていうの？いいの？ありがとうね。嬉しいね。ひまちゃん、今日一日ありがとうね。ありがとうございます。こちらこそ。じゃあお別れしてひまちゃんにまた会いましょうって。また次は何話しましょうかって。またね、またバイバイ。ひまちゃん、すごい勉強になるね。本当だ。すごい楽しかったと思う。バイバイ。なんか真似してきた。真似してる大人が。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。面白いちょっと。気をつけて。また連絡します。お願いします。ありがとうございます。どうだった原宿？最高。最高だね。最高中。でも疲れた。そうだね。いっぱい歩いたね。偉かったよせ。そしてこれ原宿で買ったジュルジュルチュルチュルだよ。チュルチュルジュルジュルチュルチュル次第チュル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 パイナップル、チュルチュルパイナップルアッポーパイナップルパイナップルパイナップル原宿カホどうだった？うん、楽しかったけどちょっと疲れたね。プレゼント交換の方の動画ひまひまチャンネルさんの方で上がると思うですので、それも楽しみにしてください。カホ生の方でも1本コラボ企画撮ってるので、そっちも上がったら見てくれると嬉しいですね。はい、東京最後です。パパはもうカナダに帰る。そう、パパ一人でカナダに帰っちゃうので、パパと明日お別れです。とりあえずママ今からパッキングしなきゃいけないので、今日のブログはここで終わりたいと思います。まだまだ日本での動画続くので、ぜひ通知ボタンの方、いや、もうあんまり続きません。ぜひ通知ボタンの方オンにして見逃さないようにしてくださいね。グッドボタン、チャンネル、なんでママパイナップル顔なのよ。いいよ、グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタン押してくれると嬉しいです。じゃあみんなにお別れしますよ。せーの。